はい、大須さんです。本日はですね、重大発表があります。おお、なんと、文治さん、毎週月曜日に中国語を勉強したいと思います。イエーイ。まあこれはですね、まず一つ目が、まあ動画を撮ることによってモチベーションが上がると。二つ目が、まあ、ルーちゃんとコミュニケーションをもっとよく撮りたいなと思って中国語を勉強していこうと思います。イエーイ、シシー。まあ、実際ちょくちょく勉強はしてたんですけど、動画を出すことによって、まあ、もっとね、細かいとこまで勉強できるかなと思います。じゃあよー。結構気まぐれで出したいなと思います。日常で使えるような中国語をどんどん覚えていきたいなと思います。今日私が勉強したのは曜日です。月曜日、シンチイ、火曜日、シンチア、水曜日、シンチサン、木曜日、シンチス、对对、金曜日、シンチイヤサシウウウ、シンチウ、土曜日、シンチリョウ、来囉、一番難しいやつ来た。日曜日、シンチズ、シンチズ、シンチズ、对对对对对、シンチズ、对对对对、いけた。ということで、今日の動画は以上です。これからも毎週出していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。